洗濯天気予報をお伝えします。広く穏やかなお天気となりそうです。ではまずお天気の移り変わりから確認していきましょう。オレンジ色が晴れ、グレーが曇りとなっております。9時から時間を進めて見ていきます。北海道では一部白の雪が降るところもありますけれども、その他広くオレンジ色の晴れというところ多くなりそうです。ただ低気圧が発生しますので、ご覧のように太平洋側のエリア、静岡周辺、そして夜になりますと関東の南部でも雨が降るところが出てきますので、日差しの活用は早めのうちがおすすめです。日本海にも低気圧発生しますので、このようにグレーの曇りのところ増えていきます。ではアイコンでも見ていきましょう。札幌では NG となっております。仙台や金沢では寒くて NG から晴れと OK ということですので、この後気温が上がってから外干しなどをするようにしてください。この後ですけれども、東京などでは夜遅くにわか雨の可能性があります。洗濯物の干しっぱなしには注意が必要です。広く OK という予想になっております。ぜひ参考にしてみてください。さあ、そしてここからは今日の洗濯ワンポイントをお伝えします。冬の外干しは裏返して干しましょう。冬の先端部分やポケットがついている部分は生地が重なり厚くなっていますので、裏返して風通しを良くすると早く乾きます。ぜひ参考にしてみてください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただくことができます。